ペンタゾ新中社駅丸石製薬株式会社は、大阪市鶴見区今津中に本店を置く製薬会社である。1888年創業。医療用消毒薬、吸入麻酔剤、鎮静剤などの医薬品製造販売を行う。麻酔、消毒等の手術に関連する薬品についての取り扱いが多く、麻酔、消毒薬の分野では、国内最大手に位置する。中でも、 ウェルパスは病院のみならず、近年では化粧室や外食産業向けへの需要も伸びており、同社の主力商品の一つでもある。ウェルパスは医療用医薬品として厚生労働省から承認を受けているが、シリーズ品として一般消費者向けに第三類医薬品のホームウェルパスが発売されている。また、医療用医薬品として日本薬局網白色ワセリン、プロペトがあり、 ウェルパスと同様に一般向け製品として、第三類医薬品のプロペトホームが発売されている。丸石製薬の車掌、赤色の円に赤色の石を配した印は、同社の石杖となった丸石商会の創業者、石浜豊蔵より、初代社長の井上次平が社名とともに引き継いだもので、ある。1910年6月以来の登録商標である。円の中にある、 石の文字は、いかなる風雪にも耐えうる、不動盤石の岩、そして、同社の経営方針である堅実さを表している。年間売り上げの半分以上をセボフレンの原料である、ヘキサフルオロイソプロパノール原末の輸出で占めるが、製造は、セントラルガラスである。その他、全身吸入麻酔剤、殺込み式種子消毒剤等の医療用医薬品の国内販売が占める。 資本金基準では、大会社に分類されない会社であり、株式は公開していない。また、定款で、株式の譲渡制限が課されており、いわゆる、非公開会社であるが、株主数は100名を超え、この種の会社では珍しい。ABC 丸石製薬株式会社第85期決算広告、豊蔵の長男は、東洋史学者の石浜淳太郎。小説家、 作詞家の石浜つねおは孫にあたる。ABC 丸石製薬社長の由来、2014年12月14日、閲覧 ABCDEFGHIJ 丸石、製薬年表、2014年12月14日、閲覧。ありがとうございます。